お疲れ様です。そう、配信自体はいろいろこう、なんだろう、写真集関連でいろいろやっていたので、あれなんですけども、麦帯自体がすごい久しぶりかもしれないです。元気でしたか？こんばんは。やっほー。ね、いつからやってないんだろうの、麦帯。全然覚えてないぐらい前かな。あ、そっか、仕事中か。そうだよね、月曜日だもんね。お仕事と学校、皆さんお疲れ様です。1週間始まっちゃったね。遊びに来たよって、ありがとう。緊張してます。何喋ればいいんだろう。 何喋ればいいんだろう。あ、髪の毛ね。髪の毛はだいぶ前にちょっと短くなりました。緊張が画面から伝わってくる。本当ですか？なんか乃木帯って緊張しちゃうんですよね。なかなかいないよね。はあ、緊張する。 あ、確かに昨日ミーグリやってたので、合ってる人は合ってるのか。ミーグリブリですね。はい。 そんな感じ。じゃあもういきなり乃木帯選手権いっちゃいます。乃木帯選手権はですね、今週はミニ黒ひげタイムアタックです。ストップウォッチを押した後に、こちらの、じゃん、ちっちゃいね、手のひらサイズの小さな黒ひげに剣を刺していき、黒ひげが飛び出た時点でストップウォッチを止めます。週の中で最も早いタイムで黒ひげを飛ばすことができたメンバーにはご褒美として素敵なプレゼントが贈られるそうです。はーい。でも今日は月曜日なので、まだ私しか挑戦者がいません。だからね、最初だけ1位になれるんですね。 どうなんだろう。意外と怖いんだよねこれ。そう、ちっちゃくなっても怖いね、黒ひげって。 じゃあ検査していきますね。よーい、スタート。はあ。 刺さってんのかな、まあ、いっか。うわ怖っ。うわ。 意外と飛ばないよ。ああ飛ばないね。 36秒ですって。はい。 ありがとうございます。36秒です。いいよこら。ここまでできますか？
はい。かな。36秒25です。全然飛ばなかったな。実は一回リハーサルでさっき遊びでやってたんですけど、なんか一発で飛んじゃって。まあ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 、楽しかったのでいいです。優勝できるかな。いや、できないよ。みんな応援してあげてね、今週のメンバー。よし、 OK。 はい、そんな感じでした。よし、じゃあなんか近況報告でもしながら喋りますか。なんだろう、すごい緊張する。どうやって喋ってたっけ。あ、急に涼しくなりましたね。なりましたね。この間まですんごい暑いと思ってたのに、いきなり秋が来た気がします。ツアーは暑かったもんね。ツアー来ましたか。どこか地方でも神宮でも来てくれたかな。神宮行ったよ、ありがとう。配信で見てた。あ、そっか、配信もありがとうございます。もう地方の公演、どの会場も暑すぎてね。クーラーが効かない会場もね、あってね。ちょっと暑かったけど楽しかったです。ご飯も美味しかったし、神宮もね、4日間あったから体調とか大丈夫かなって思ったけど、意外と大丈夫でした。まあ本番中はアドレナリンですごい楽しんじゃうので。体力あるね。体力はないよ。ないけど、ないけれども。そうね。あ、ポニーテールとかね、してました。まあライブとかでしかね、できないから。できないというか、なんだろうね。髪の毛結ぶのにも私はすごい勇気がいるので。また機会があればね、歌番組とかでもいつかできたらいいなとは思ってるけど。そんな感じだね。ツアーは楽しかったです。ありがとう、来てくれて、配信も見てくれて。そうだね、近くなっちゃうね。コメント見ると近くなりますね。朝ドラ見てるよって、ありがとうございます。もう今週で終わりかな。もう一週だから、あと
もう終わりが近づいてる頃にね、出演させていただけてとってもありがたいです。もう撮影はね、でもツアーと鈍化ぶりだったのかな。ライブ行きながら撮影もしたりしてたので、まあバタバタはしてましたけど、毎日緊張しながら過ごしてましたね。いやー、すごい経験ですよね、本当に。いやー、新鮮な毎日でしたよ。でもすごく現場の皆さんはいい人しかいなかったから、すごい現場は楽しくて、空気感も良くてね、素晴らしい人に囲まれていい経験をできたのでありがとうございました。なので明日からもぜひ引き続き見ていただけたらいいなって思います。あとは、あ、そうだ、アンバーライブがね、9月29日、30日、10月1日ってあるんですけど、もうすぐですね。私も行きたいんですよね。予定がね、合えば。意外と私、前回のアンダーライブも前々回のアンダーライブも現地に行けてるので、ちょっとその前とか前はね、都合が合わなくて配信で見てたんですけど、最近は割と現地に行って直接見れてるので、今回もどうにか予定があってほしいなって思います。しかも今回なんてさ、多分神宮が終わってすぐリハーサルとかもしてたんじゃないかな。本当に大変な中やってたから、本当尊敬します。だから見に行きたいなって思ってます。そう、みおちゃんを見に行かなきゃいけないから。みおちゃんね、あとそう、松尾みゆちゃん、みゆちゃんもなんか今年のツアーからよりパフォーマンスが素敵になったって個人的に思ってたから楽しみにしてる。やっぱいいね、同期が頑張る姿ってすごい刺激になる。かっこいいよね、アンダラって。ガルアワもね、待ってます。30日。そう、アンダルとちょっとかぶってるんですけど、私も違う場所で頑張りたいと思います。そうね、「M ステ」もあります。ぜひぜひ見てください。楽しみ。なんか全然喋れないね、私って。 知ってるけどさ、そんなこと。なんか、なんだろうな、久しぶりだからかな、乃木曜日。 なんか写真集のショールームをやらせていただいた時は、写真集関連でね、たくさんこうお話しすることがあって頑張って喋ってたけど、
麦帯ってラフじゃない。 ねえ、ごめんね、みんな。 そうだ、なんかちょくちょく見える。サンマって文字。私がトークでね、サンマ焼いてくれる人を探してたんです。 サンマが食べたくて。それで、梅沢さん、梅沢みなみさん、お料理上手だし、梅沢さんのことすごい好きなので、梅沢みなみさん、サンマ焼いてくれないかなって思ってたんですけど、思いが通じたみたいで。 焼いてくれるかな、言いに行こうかな。サンマはもういくらでも買って持っていくので、焼いてください。 サンマ、秋だからさ、食べたいじゃん、サンマ。お料理上手な梅沢さんにぜひお願いします。 あ、なおちゃん、弓木なおちゃんもいいね、確かに。私、なおちゃんのあれ見たんだ、YouTube。乃木坂配信中です。見ました。なおちゃんが出ててね。なんか楽しそうな家族だなと思って。いやー、本当にごめんね、みんな。こんな喋れない私の配信は。宿題をやります。ありがとうございます。前回のメンバーは川崎さくらちゃんです。じゃん。秋に着たいお洋服はありますか？ですって。秋に着たいお洋服、なんだろう。秋に着たいお洋服はジャケットとか、ジャケットのセットアップとか着たいですね。とか、あとなんだろうな。私はジャケットのセットアップにします。でもさくらちゃんいつもおしゃれだからね。さくらちゃんは何を着たいんだろうか。 そうね、パーカーはまだだね。私は冬に着たくなるので、パーカーは。ありがとうございます。なんで私も宿題を書きたいと思います。明日の配信メンバーは向井葉月さんです。葉月さんに書いていこうかなと思います。何しようか、どうしようか。なんかあります？なんだろう。なんだろう。あ、じゃあもう思い切ったことを聞いてみようかな。
よし。じゃん。あずきさんへ、私とお出かけするならどこに行きたいですか？帰ってくるかな、返事。なんかこの間、はずきさんがさくらちゃんご飯に誘うと思ったけど、もう連絡できなかったって言ってくださったことがあって、それがものすごく嬉しくて、私もちょっとはずきさんへ聞いてみます。そう、意外と喋ること多いんですよ。仲良しな先輩です。うん、じゃあ私も明日の返事を楽しみにしてます。さて、何を話そうか。質問タイムなどですって。質問タイム、確かに。なんか質問あります？ああ緊張するわ。ぬいぐるみ抱えて、あ、これか。じゃん、猫がいました。なんか配信、ここでやっぱ配信するとみんなお人形を抱えてるよね。かわいい。今日何食べた？今日何食べた？今日何食べただろう。私、ふりかけご飯食べました。朝起きて、美味しいふりかけをね、そう、お家にあるので食べてます。あとは、あ、スクショタイムしていいですよ。はい。ふりかけ、何のふりかけでしょうね。おいしい、おいしいふりかけです。あ、写真集もね、皆さんぜひよろしくお願いします。もう気づいたらあっという間に発売日ですね。私さ、写真集がなかったら誕生日忘れてました、普通に。誕生日って忘れない？忘れないか。だからそう、すごいありがたいです。こう誕生日も一緒に祝っていただけて、写真集もこうお祝いしていただけて、すごい贅沢だなって感じて嬉しいです。22歳になります。もうすぐ22歳です。もう大人ですね。あっという間だったな。なんか前もに乃木曜でもうすぐ21歳になりますとか言ってた気がしなくもない。22歳だって。1年は早いです。お、同い年だって。ありがとう。同い年嬉しいね。
同い年か、大学生かな。大学生だったら私は今きっと大学4年生かな。大学4年だってすごいな、そう考えるとすごい。何ケーキが好き？ああ、チョコレートケーキかチーズケーキが好きです。結婚してよ、しないよ。お誕生日何するの？お誕生日は多分毎年お仕事してますので、今年もお仕事してます。お、今日お誕生日です、おめでとうございます。いいね、9月25日お誕生日だって、おめでとう。家で何してるのって。何もしてないよ。何もしてないよ。気づいたら1日経ってるもんね、びっくり。あ、となったらもう終わり、もうそろそろですって。早いね。そう、終わるの早いよって。早いね、なんかもう喋れないくせにすごい早く感じる。なんでだろう。うん、そんな感じでありがとうございます。こんな私の配信を見てくださって。次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式 X でお知らせします。はい、終わっちゃうよみんな。ありがとうね、来てくれて。じゃあね、じゃあもう終わるね。じゃあ今日の配信のお相手は遠藤さくらでした。バイバーイ。